回調査したのはこちら、山田屋の広島レモン缶とビクトリーまんじゅう。山田屋の広島レモン缶は瀬戸内の太陽をいっぱいに浴びた栄養たっぷりの広島レモンをふんだんに使用。爽やかな香りと酸味が効いた全く新しい感覚の羊羹です。鮮やかなレモンイエローも魅力。広島土産に喜ばれそう。そしてもう一つ、ビクトリーまんじゅう。勝利の V サインをかたどったユーモラスで可愛いおまんじゅうです。中身は広島レモンを使用したすっきりとした甘さのレモンあん。必勝祈願のカープの応援はもちろん、友達や家族の応援にもぴったり。可愛いパッケージも魅力です。まずはこちら、広島レモン缶からいただきます。レモンの酸味と、それからあんの甘み、あともう一つはレモンのスライスが入っているので、そのほろ苦さ、これがすっごくいいバランスで、あんそのものがレモン味だから爽やかな甘みで、でこのスライスのレモンの皮の部分のほろ苦さ、ちょっと大人の味です。次はこちら、ビクトリーまんじゅう勝利の V サイン。中を割るとレモンあんです。うん、レモンあんの中にところどころレモンの皮が入っていて、それがまたアクセントになっていて爽やかな美味しさ。 V、 やっぱり広島レモンは美味しいですね。これはおすすめ。広島レモン缶2箱にビクトリーまんじゅう5個入り1袋をセットにして5人の方にプレゼント。はがきかウェブでご応募ください。締め切りは7月7日木曜日。プレゼントに当選したらあなたも探偵団の仲間。ぜひ感想をお寄せください。お待ちしています。さて次回はどんな依頼がやってくるかな、お楽しみに。